なんそれマイク、なんて挨拶しようか。いや、明けましておめでとうございます。確かにね、新年明けましておめでとうございます。山田です。大森です。お久しぶりです。画商撮影者佐伯さん、こんにちは。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 来た。まあ、ということで2024年ね、まあ新年会中なんですけど、明けましておめでとうと言いたいね。言いたいね。言いたいね。言わんの。言わなくたって構わない。それ番組だから。元気にやってるよね。マジ久しぶりに会った。な、2ヶ月ぶりだよね。山田チャンネルって不仲なんですか。いや、正直ちょっとね、不仲なんですよ。LINE ブロックされたからね。使うよ。インスタも相互じゃないですから。イニシエのメンバーに、ヤマスタアンダーバーオリックスかって人がいたんですけど、こすりすぎだって。彼に、僕ら LINE 全員ブロックされてて、インスタもブロック解除されてるんですよ。佐伯とか、サスケくんとか、リョウ松本さんは、フォローしてんのね。俺、振りが良くなかった。赤消せよ、おい。いつまでアカウント残してんだよ。消せよ。早く放送作家になれよ。まずは佐伯さんからフォロー外してもらわないと困る。舐めてるよね。俺は本当に応援してるから。友達だから。放送作家軍につくんすか。いつか使ってくれよな。まあ奴は消え、2024年、うん、まあ僕は抱負があるよ。2022に始まりの年だった。2023年は変化の年だったんですよ。まあ、いろんな人と会ったり、まあ、いろんな会社登記したりで、もう変化がいっぱいあった。 23?23 振り返るとね、始まり変化ときて、24は何か成果ですよね。始まり変化してきたことを実際目に見える成果としてあげる。これが2024年です。数字にコミットしますよ、今年は。具体的にはまあ100万人だね。何が不可。いや、まあ具体的にはまあ佐伯隆さんが今年20万人を目指す中で的に発表する目指す中で、うん、僕は30万だね。まあ、100万人はどこ行ったんだ。ちょっと無理。去年までは、まあ、伸びても伸びなくてもいいしみたいな、伸びねえ方がむしろかっけえみたいな感じだったんだけど、ちょっとまあそれは卒業かなっていう、うん、ちゃんとやろうってね。 TikTok です。 TikTok です。だけで30。 TikTok だけ。 YouTube は伸びればいいかなぐらい。日本は帰ってくんの今年は。当然。今年のスケジュールとしては1月末から2月までイタリア、うん、3月の真ん中に旅行で2週間ヨーロッパ、5月か6月おそらく3週間イタリア以上。じゃあ今年と稼働率変わんないな。変わんないっす。逆に言えばその次の年がちょっと忙しくなる。院の受験と最後の期末。いただきます。大学芋を当たる。アイスクリームと食べたって構わない。アイスいいな。確かに好きに食べればいい。うん、たまらないね。うまいわ。まあ、っていうことなんだよね。逃げてきたっていうか、まあ言い訳して別にいいかなって言ってきた数字の部分に今年はこだわってやってみようと思う。ちゃんとやってるしね。頑張ってください。え、で一緒にな。え、一緒に頑張るもんね。いや、まあ達成できなかった時はどうするんですか。いや、それは坊主だよね。それは坊主だよね。マジで言ったらここ絶対カットさせない。ちょっと見てみたいな。やってみたいんだよね。やってみたいって言っちゃったら罰ゲームみたいな。そういう理由がないとやらないもん。ボブズアフロは一回はやってみたい。アフロ本当やってみたい。あと今年はこれはもう達成できないかもしれないが、会社の利益1000万。おお、これだね。売上じゃなくて利益。今年が赤黒がまあトントンぐらいだったらね、サンタチェキの活躍もあり。まあ1年目は赤字だと思ってたから全然いい方だったら、今年2年目だから利益1000万欲しいね。一肌脱ぎます。お、俺もサンタチェキ発売する。年末で取り返す。11月は何してる。決算前にもう必死こいて。サンタチェキちょっとやりたかったもん。あれね、ちょっと楽しかったよ。トナカイになって俺が。うわー、やってほしかった。で、後ろにいてほしいもん。乗っててほしい。来年やろうぜ。なんなら。来年やろう。主な種類がチェキってことでいいんだ。いや、そんなことないんですよ。チェキだけで1000万いこうとしてる。まあまあまあ別に、ね、不可能じゃないですからね。これ達成できなかった場合は。私考える。とりあえず売り上げを上げる。動画を出すときも、伸びそうな動画を上げていく。まあ目標だね。春休みは動画上げんの？上げる上げる。YouTube で。春休みは結構ちゃんと上げたいかな。休み期間は上げたい。そっか。どうした？じゃあ結構撮影も早く。いや、言うてから。言うてうん。前みたいにめっちゃはしない。あれはコスパ悪かったね。まあ楽しかったけどね。うん。楽しいけどさ、楽しかった。コスパって意味では悪いじゃん。うん、そうね。今年さ、臨死があるん。あるね。いっぱい受けたいんだよ。うん。教内も受けたいし。うん。東京芸大も受けたいんだよ。東大は？東大受けない。東大ちょっと興味ない。なるほどね。ワンチャン1年休学したいんだよ。してほしいな。休学したいんだけど、まずは院試頑張りたいね。そうだね。今年のね、抱負はね、俺やっぱ
しっかり建築家として人生定めたくて、うんうんうん、物を作り続けるっていう、作家として生きるっていうのが目標、そっちに振る。かっこいいね。なんやかんや作ってないから、作り続けるが今年の目標なんだけど、恥ずかしいからインスタのストーリーとかでは言わずに風邪をひかないって言っといた。すごい抱負上げてんなってことあんまり主張はしないようにしといたけど、ちゃんと YouTube では言うから。うん、言いますか。そういう場だからね。ありがとうございます。いい時言いますよ。 YouTube ってそういう場だと思ったの。恥ずかしくて言えないこと言っていいと思ってる。店員さんにちゃんとありがとうって言えるチャンネルですまあ人として当然だよ、まあ、普通だよね、うん、今年はね、でもやりたいこといっぱいあるんだよね。事務所と契約したい。具体的にどういうことを狙ってるとか。あ、普通に芸能事務所。太田プロダクションってことですか。いや、魔石だね露出もっと増やしたくて、好きだなって気づいたし。テレビとかってことですか。あ、そうそう、とかテレビ以外のメディアとかでも、アベマ TV とかどうかとか、出たいって言ってるだけじゃなくて、普通に事務所とか入って、別にお金目的じゃないから。だとしたら別に事務所入って、事務所にお金渡す代わりにいろいろ出る場面をね、そうそうそう、作ってもらって。あとやっぱ大人から圧かけられないとできないから、やらなきゃいけない状況に追い込むっての大事だなと思って。所属してほしいな。そういうなんか責任がある立場になった方ができるんで、ふわふわしちゃったから去年は、うん、何もなくてね。え、だって10月11月が何してたの。記憶にはないね。あんまり何もしてない、うん、恋愛してたかな。来い来い。調子はどうなんだ。恋愛恋愛とかしてるうちはまだ離流だね。そりゃそう、うん、3分後ろは黙ってついてこさせる。もしくは、ま、ジャイアントキリングするかもしれない。カップルチャンネル始める可能性あるよね。内緒ですけどね。危ない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 。去年はふわふわしてたし、だって去年の初めってまだオリックス君と一緒に遊んでる時だし。FIFA してたもん。してた。今年はファンパレだから。俺ら。そうなんだよな。めちゃくちゃ仲いいと思ってたんだけどな。おかしいな。大好きだったんだけど。って考えると1年経ったらやっぱ変わってるからね。やれることをやるっていう感じだな。新メンバー募集しないんだ。いらないね。十分だわ。言っていい？俺たちを傷つけるやつは許さない。正解。俺たちは傷ついたぞ。それに山さんが、まあオリックス君が戻りてやんって言ってきたら。絶対に許さねえ。山下で終わったけど大丈夫。いや、ほんとそうだよ。でも、そういう年だったな、去年は。山下に始まり、山下に終わった。山下で終わったの4月だろ。山下の変があり、言えないあれがあり、2ヶ月ぐらいおとなしくして、夏1回頑張って、9、10、11、なんか恋愛してて、最後、終わった。上がって、なんとなく立ち位置が決まって終わったって感じだったから。夏は頑張ったよ。夏頑張った。今年は数字にこだわるってのが目標だからさ。戦い決まっていきましょう。2024年言い残したことあるか。術式反転福間水氏ありがとうバイバイ。バイバイ。今年もよろしく。バイバイ。